おなじこちこんばんは、今日もデータブースやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日ですね、バックスピンロベのクロス分析やっていきたいなと思います。昨日ですね、テイダのロブのクロス分析やっていきました。衝撃的な事実が分かりましたが、見てない人はですね、ぜひ概要欄から見ていただければなと思います。マトリックスのシーンだけでもね、見ていただければなと思います。よろしくお願いいたします。で、短めの動画になるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。ということで、やっていきましょうということですね。クロスに影響するのか、バックスピンロブもね、影響するのかというところですね。で、昨日ですね、テイダのロブの分析やってはいるんですが、ここでもかなり良かったので、今回もね、期待は大という形でですね、やっていきたいなと思います。形状方法はですね、昨日と同じ形になっていきます。この辺りからですね、ボールを蹴ってクロスを上げていくという形になりますね。なので、今までの分析よりはですね、若干前というところになっていきますので、よろしくお願いします。選手はですね、トマス・パーティーをチャラクしたトマス・パーリー選手を使っていきますよと、調子は普通で、チーム戦レベル100となっておりますので、よろしくお願いします。で、マルちゃん、相手のゴールキーパーがマルちゃんがですね、ちょっと契約不履行となってしまいましたので、今はですね、ちょっとよくわかんないんですけど、あんま強くないゴールキーパーにはなっています。で、前回見てない人もいるかなと思うので、若干ハイライト的に載せておきます。まあ、詳しいところはですね、前回の動画見ていただければなとは思うんですが、これがスキルなしの状態ですね。はいはい、まあまあ、ズレも大きいよというところになっていきました。ここが低弾のロブのところですかね。まあ、ズレも少なく、かなり点につながっていたなというところが見てわかるかなと思います。まあ極めつけはこのゴールですね。はい、こんな感じでなっておりました。ということで、データとしてはこんな形になっておりましたよと、得点率としてだいぶかなりが上がってきたよということが分かりましたね。ということで、バックスピンロブへの期待も高まるところでやっていきましょう。はい、ここからバックスピンロブの分析になっていきます。いや、でも、もうこうすでにいい、かなりいい。決めていきますね。まあ、若干のやっぱズレはね、やっぱあるんですけど、それでもかなりいいかなっていうのはわかるかなと思います。おいいね。決めていく。やっぱヘディングしやすそうな気もするんですけどね。はい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 、それ止めるの。うん、これすごいな。はいはいはい、いや、かなり強いヘディング打ててんな。はいはい、ということで見ていただきました。いや、普通に良かったね。めちゃめちゃ良かったですね。だいぶ今回もですね、点の匂いがプンプンしましたね。見ててちょっとワクワクする感じ。まあ、あと単純にミスキック少ないなっていう印象はありましたかね。うん。で、なんか気持ちの問題かもしれないですけど、まあ、前回よりね、豪快さに欠ける気もしましたね。なんかバックスピンすごくかかってんのかなみたいな気持ちもしましたけども。まあ、でもね、前回はね、ちょっと衝撃が強すぎただけっていう可能性もあるんで、一旦ちょっと比べてみましょうか。左側がですね、バックスピンロブ、右側が低弾道ロブのゴールシーンですね、を持ってきました。ちょっとできるだけね、同じというか、全く同じシチュエーション難しいんですけど、できるだけ同じようなクロスをですね、ちょっと持ってきたつもりではあるんですが、いかがですかね。
はい、ということで見ていただきました。まあ思ったより変わんないかもしれないですね。クロスの質もまあどっちもまあまあ良かったしっていう。でクロスのスピードとかね、気持ち低い気もしてたんですけど、こうやって見るとね、案外そうでもないかもしれないですかね。データとしてはこんな形ですかね。あの成功率自体は確かに上がったは上がったんですけど、まあ 5% ぐらい、何百本もやってるわけではないので 5% はそんな大きな差ではないかなとは思うんですけどね。であとは得点率に関して、ここもね若干前回の低弾道より低くなってはいるんですけど、まあ 2% なんでね、高水準はキープできているのかなと思います。ということでもう結論、バックスミンロブはクロスの精度が上がるとします。はい、ということでですね、まあまあまあ、もう見てわかる通りですね、明らかに質は上がってましたかね。ただあの低弾道とどっちの方かとか言われると、低弾道との差はねあんまりないようには感じましたかね。バックスピンロブ、バックスピンがね多いのかと言われると、そこは微妙な感じでしたかね。どうでもいいんですけど、このゴールキーパーがねちょっと変に止める、マルちゃんじゃないんだけどね、変に止めるっていうね、これしかも止めるんかいって感じなんですが、まあまあまあいいや。ピンクロとの差はですね、まあでもそこは感じましたかね。ちょっとイメージだけ伝えておくとですね、この選手に注目してほしいんですけども、この選手の前のスペースを狙う、この前のスペースを中心に狙うのがピンクロっていう感じ。それに対して低弾道とかバックスピンはその選手を中心に狙う感じ。でさらに言うと、それを広げたのが、まあ、どちらも持ってないっていうような、そんな形になるのかなと思います。でですね、まあ、まとめておくと、バックスピンロブの効果として、まあ、クロスの精度が良くなって、まあ、弾道はねふわっというわけではなくて、でズレは少なくなるイメージ、まあ、低弾道とあんま変わんないですよというようなイメージですかね。あとコメントいただいたんですけど、確かにピンクロの代用にもなるなと思いましたので、参考にしていただければなと思います。で低弾道と合わせたらどうなるのかとかね、話もなってくるんですけど、まあ、単純に、ね、これ以上伸びしろがあるのかっていうのも疑問にはなっていったりしますかね。まあ、あとはインパクトクロスもね気になるんですけど、ごめんなさい、ちょっと間に合わなかったので、その辺も含めてまたの機会にやっていきたいなと思います。そしてメンテのお知らせ来ましたね。かなり豪華な形でジュニちゃんが救える、ちゃんとまた振り直せると、あとトミちゃんもねちょっと忘れてたんですけど振り直せるということで、振り直しの参考はですね、過去の動画見ていただければなと思います。そしてつい来ましたね、急に新スキル、ここもですねできるだけ早く調査していきたいなと思います。最後はこのゴールでお別れしていきたいなと思います。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますかね。皆さんのご意見ご感想クレーム等々ですねあればコメントでいただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。そして次回はですね、まあ今日か明日かそのあたりにだけ行きたいなと思います。頑張ってやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。で、まあ、新スキルのことですねをやっていくかなと思います。今日までねクロスの分析もやってきたので、だいぶいい土台はできたかなと思いますので、やっていきたいなと思います。目標1万人を目指しておりますので、この動画が良かったら高評価チャンネル登録をしていただけるとすごくすごく励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで今日の動画ねこれで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。